はい、T シャツでございます。さあ今回もですねお悩み相談を受付をいたしますのでねお答えさせていただきます。内容こちらです。いつも拝見させていただいております。私もシェルティを飼っています。現在5歳。質問なんですが、寝床で寝る時もあるんですがトイレ寝る癖が治りませんと。本格的に寝る時はクレート内やベッドに寝るんですが、そうじゃない時にトイレに寝ますと。基本的にサークル内で生活しています。どうしたらトイレ、で寝なくなるんでしょうか。いつもトイレに寝ているわけじゃないのでしつけの仕方に困っていますということでございますね。はい、岩さんありがとうございました。これかなり多いパターンの、まあ、ご質問になります。お呼ばれされた時とかもね、よくね寝るんですよとか言って先生どうしたらいいですかねなんて話がね、よく言われたりするんですけど、大抵ね見てみますとそのおしっこしっぱなしをほかってあるとか寝床は汚いまんまっていうことがよくあります。この方がどういうふうに設置されてるのかわかんないんですけど、そういうことにまず該当してませんか。ね、これが一つ目。トイレ清潔ですか？寝床清潔ですか？これが清潔感があるかどうか。まずこれが一つ目ですね。だから汚れててそのまんまかどうかですね。汚れて、まあ、シート変えるだけとかね。それだと、どん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 汚れていきます。ただシートだけ新しくなっただけで、こういうトイレのですね、ケースありますね。これ汚れていきますどんどんね。だから週一遍の感覚ぐらいでお外でね、まあ、洗って干してますかっていうことね。日光に浴びせてますかっていうことね。寝床もそうです。寝床も掃除機かけてちゃんと拭いてあげてで干してあげて、ね、日光で干してあげて、まあ、嫌な匂いとか取ってますかっていう感じですね。まあ、清潔感があるかどうかですね。もうこれでだいぶ改善っていうのがだいぶ変わっていきます。理由はなんでかっていうとですね、汚いっていうのがこれ当たり前になるとですね、ワンちゃん汚いのが当たり前になります。ね、これ習慣ですね。我々と同じようにですね、人間と同じようにワンちゃんも習慣っていうものを持っておりますので、常にこう汚い状態が当たり前になるとその汚いっていうのが当たり前になります、ね、これはもう同じもう汚いのが同じにする一緒ですよ習慣ですよっていう認識になりますので、まあ、汚れてても別にどっちでもいいやっていう感覚にワンちゃんもなります、ね、だから清潔感がまずちゃんと保たれているかどうかっていうのが一つ目で、二つ目がですねトイレと寝床が極端に近くないですか、まあ、クレート内で生活してるってことであれば寝床とトイレが一緒に設置されて見えるんじゃないかなと思うんですけど、一緒になってませんかっていうところですね。トイレと寝床はできれば離してくださいですか。どんなに綺麗にしてても汚いものが近くにあれば汚くなってきますで、当然トイレですからうんちやおしっこもしますので、寝床にですね近ければ匂いがくっつきます、ついちゃいますね。でワンちゃんからするとどっちも汚れてるしどっちも同じような匂いがするから、硬いところに寝てもいいし柔らかいところに寝てもどっちでも私はいいやっていう認識になっちゃうんですね。これもさっき言いましたけど、その当たり前の習慣ですか、汚いのが当たり前の習慣ですね、まあ、そういったものが、該当しやすいので、トイレのところ周り見てくださいと今一度確認してくださいね。あともう一つね、例えばじゃあトイレに原因があまりないよっていう時、じゃあトイレの周りをちゃんとよく見てください。今ねこれちょっとあなた方ちょっとワンちゃんカメラをちょっと持ちましょうかね。これ今楓ちゃんがねトイレの近くでこうやって腰を下ろしてるんですけど、まあ、トイレのところではねんねはしてませんけど、こうやって腰を下ろしてますね、くつろいでるわけでございますけれど、はい、これなんでこんなくつろいでるかっていうと、いちごちゃんではありませんあなたは邪魔ですどいてください。このフローリングですね、これこっちはねコルクなんですね。ずーっと私のところこうやってコルクが使ってるんですけど、はい、このフローリングとこひんやりしてね気持ちいいんですよねこれね、はい、
だからこう、こういうところでちょっとこうね、まあ、体伸ばしたいなとかね、仕草を取ってしまうわけですけれども、トイレの周りのところもですね、しっかりと、何かないか確認してみてください。何か原因になっているものがありませんか？確認してみてください。ね。はい。こういったね、やっぱりトイレの近くに何か原因があるんであれば、そういったところも除去してもらうとか、っていうのが、考えていただきたいなと思いますので、何をそんな輝かしい目で見てるわけ？あなた。あなたのことじゃないよ。トイレの話をしてるんだよ。ね。邪魔だよ。トイレが映らないでしょ。はい。ね。はい、ゆずちゃんも。はい。ということでございますので、まあ、今回ですね、今、お話しした、三つのことが、どれか必ず該当しておりますので、それらをしっかり、意識して対応していただければ、自然に治っていくはずでございます。ね。で、あとは、そうだ、そうですね、ね。あなた方、例えばこう寝てる場合、ね、トイレで寝てる場合、必ず起こってくださいね。ちゃんとね、寝てて気持ちよさそうに寝てるかもしれませんけれど、起こして、ダメっつって言って、寝床に移動させてください。そこはダメなんだなっていうのを分からせてあげないといけませんので、それは必ずやってくださいね。トイレのところで、トイレをなんか枕にするみたいな感じだとか、思いっきりトイレでバーンとこう寝てるんだったら、もうそこ寝てようが起こして、起こして寝床で、こら、そこで寝なさい、ダメですと、ちゃんとね、徹底してあげてください。今日はいいやとか、明日はダメとか、そういうね、気分でコロコロ変えないようにね、ちゃんと注意をするならずっと一貫性でちゃんと注意してくださいね。トイレのところは絶対寝ちゃダメだよ。っていう形で起こり続けてください。そうしないと改善は見られません。1回2回で、パッと治るものではありません。特に習慣づいちゃってるものに関してはね、結構頻繁にやらないと、治っていきませんので、今申し上げたものに関して、意識して対応していただければ、まあ、治っていくはずでございますので、3つかな、清潔感とトイレの距離と、あとは、まあ、トイレの周りですね。このまあ3つをしっかり考えて対応していただいていただければ治ります。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、では次回もぜひご覧ください。バイバーイ。バイバーイ。